ろしくお願いします。早く終わってください。本当に超伊達というね、なんかふさわしい台なんですけれども、おー当たった、はい、イエーイみたいな。まあ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 、5分で4000発、5分で4000発、これね、新しい時代の始まりですよ、本当に。1時間ってことはこれの5倍の時間を消化するわけですから、どんくらいやばいか分かりますよね。1時間続くっていうのがどんなことか。あ、すいません、これ何度も言いますけど、あの拡大計数機ではないお店でこの源さん設置してあるお店の方、めちゃめちゃスタッフの方大変です、本当に。あはははは、もう笑いしか出ませんよね。もうこれあれだ、今でこそホール内禁煙になってますけども、タバコ吸われる方タバコ吸っとる暇ないぐらい、もうタバコ火つけよる間に次のあたりがやってくるっていう、ね、あのちなみにこの台ちょっと前に2万発のサダマ出してますからね。そうですね、そうそう、それでまたこの波、そうだからこれが繰り返されたら大変なことになりますね。だからたくさん出たからってその後の台はダメじゃないのっていうのは、まあそれはないですよ ね、もう本当にこれまさに今純粋に4回抽選が行われるわけですから、この時短の3回保留の1回で、さあ今また保留のね赤文字出ましたけど、保留連のチャンス、まあ保留連濃厚というところですね。はい、当たりです。すごかろう、打ちたくなったろう、気にはなっとったけどどんな台か知らんかった、実際見たらすごいねって思っとる人も結構いるんじゃないですか。間違いない。さあ、キコーナ加古川店さん、設置台数何台でしたっけ。10台です。10台あります。キコーナ加古川店さん打てますよ。おお、なんだ今の、もう見たことないやつがボンボン出る。うわ、すごい、何度も言いますけど、もうちょっと買いたかったです。あの何度も言いますけど、もうちょっと欲しかった。増大しましょう、はい、増大しましょう、これは欲しくなる、はい、これは欲しくなる。あ、すいません、ありがとうございます。ネテの会長が出たらちょっと怪しいですかね、逆に。どうなんでしょう。おお、すげえ。全然大丈夫でしたね。やっぱネテロすげえわ。ネテロって誰だ。すごいね。超限ボーナス9ラウンド。まあ、かなり出来すぎです。あの振り分けは本来は3ラウンドが 80%、9ラウンドが 20% って振り分けなんですけど、3分の1以上で多分9ラウンド、3分の1ぐらいで9ラウンド引いてますかね、僕が。15分で1万2000発ですから。はい。まあ、事実上4万発を超えてしまうんですね、1時間でいくと。そうです、そういうことです。まあ、偏りが今だいぶ出てるってことですけど、はい、すげえな、源さんすごいですよ。わー、すごい、終わらんばい、継続率 93% 本物。もうなんか拡大係数機にせんと、これちょっと申し訳ないな、ごめんね何回もって言いながら、もう今下ろしたのに、すいません。でもこれが、おあ、ラストジャッジ、ラストジャッジまで行ってしまった、ファイナルジャッジですね、はい、さあ4回転目、まあでもここも、まあ、約 50% ですから突破すればいい話だ。どうだろうか、色は変わりませんね、変わらずで、さあどうだ、
まだ終わってほしくない。いけ。おーさあ終わりません。終わりません。終わりません。あれトミーさん。悔しいです。そっくり。トミーさん。トミーさん。これ3万発いくかも。やばい。と言っても、まあ、今1万4000なんであと半分ですけど、うわあと20分ぐらい続いてくれたら。ネクストとかも出てくるんで、すごいな。これ作った人天才だな。28回目、どうぞ。あ、いいですね。いい食物連鎖ができましたね。食物連鎖、食物連鎖、いい食物連鎖ができましたね。失礼だもん。弱肉強食です。いや勝ったもんが強いんですから。ああそうですね。いやー噂には聞いとったけど本物ですね、この速さ。29連目、すごいな。さあ今消化時間が20分です。20分。いやトミーさんはね台数増やしたいって言いますけど、森店長はもうやめてって言ってるかも。でも、もう増やさないでって。でもこういう台だからこそ台数があった方がいいんですもんね。さっきもおっしゃったように、小台数だとどうしてもこうなかなか暴れちゃうんで、ね、もう 上振れ下振れがね結構激しくなりますので、楽しんでいただくためにも台数は多い方がいいってことですもんね、はい、大丈夫でしょうね。まあその今段が出てきてたんですけど、段が出てきた時がどうなのかとか分かんないんですけど、まあ終わってないんで何とも言えないんですけど、段が出てきた時は大丈夫そう。あとカンナちゃんの時、あ、ネクストも来た。さあさあ2万発まであっという間に届きそうな勢い。32回目、もうこれまでのパチンコでちょっとねラッシュ中とか大当たり中に気になっていた無駄玉とかっていう概念も全く気にならない速さ。もう要はずっと出てるような状態ですから。そうです、あの本当にね無駄玉っていう無駄玉ないですね。これすごいよ。あ、すいません。あ、あ、さあ4回転目に突入です。ファイナルジャッジ、まあ今日は何度かファイナルジャッジもありますけれども、今のところ乗り越えてきてますね。ここでしっかり乗り越えてきてますんでね、はい、そんな4連続に V ジャッジするなんてね、なかなか難しいですよ。ただそろそろやばいかなっていう不安はある。ちょっと見たことないような演出来てほしい。強いやつ、でかいボタンとか虹色のボタンとか普通すぎるな。さあいけるか、頼む。あ、まだ分からないです。私ここでもう一回16,863。これでボタンが残れば、あ、はい、ここまでですね23分というわけで、まあね時間にしてみたらあっという間ですけれども、まあ、出玉見ていただいた通り1万6000発以上の払い出し受けました。いやーすごかったですね。20分ちょっとですよ。これが短時間でも閉店近い時間でも勝負できるって言えるとこなんですよね。まあ、こういうスペックだからこそ、まあ、仕事終わりで打たれる方とか1日こう1、2時間しか打てない方にもワンチャンありますよっていうことですね。20分で1万発以上軽く出ちゃうんですから、ぜひですね、あの時間ないけど一発勝負してみたいという方、お近くのホールで見かけた際にはですねチャレンジしてみてください。めちゃめちゃ気持ちいいです。いやもう
回ぐらいちょっとなんか当たってほしいな。当てましょう、もう1回ぐらい。まあでも1回ずつは当たり引いてるんで、はい、当たりなくても大丈夫ですよ、トミさん。あ、言うの忘れてました、罰ゲームありますんで、今回のバトルも。あるんですか。はい、今回のバトル負けた方は、はい、今日僕らが打ったコーナーの大清掃をして帰ってもらいますので、はい、ちゃんとね、触った後はあ、まあそうですね、クリーンにしとかないといけませんので。さあ、というわけでですね、トミーさん、はい、今、まあ、大体確率ぐらいの回転はされたと思うんですけれども、まあ、出玉勝負と言いながらスペックがスペックですから、お互いラッシュに入るとも限らないと思ってたので、はい、実は今回、はい、万が一お互いラッシュに入らなかった時のためにラッシュに入ってる台を残しています。なるほど、仕込んでます、はい、でそちらで、まあ、どっちが早く当てれるかの勝負じゃなくて出玉勝負ですから。そうですね、そちらに移って、はい、最後ラッシュ中の、出玉バトルしたいと思います。わかりました。ちなみに僕は先ほど1万6000発以上の記録ありますので、もちろんあれを抜かないと今回の富士さんの勝利はないと、はい、いうことになります。はい、それではそちらの方 に移りましょう。ちょっとこの回転見ていきますね。さあ、それでは、まあ、先ほど私がラッシュに入れまして出玉スピードの方は見ていただいたと思うんですけれども、まあ、残念ながらトミーさんの方がラッシュに入れれなかったので、ちょっと出玉勝負っていうところまでいかなかったんですよね。でここからはあらかじめラッシュに、2台並びで入れておいた台があるので、こちらで出玉勝負していきたいと思います。ただ僕の方は先ほど出した出玉がアドバンテージとしてありますので、それを超えれなかった場合はもう今日は僕の勝利ということになります。で用意してた台なので、まあ、ラッシュタイムっていうこの消化時間の方はですね、すでにもう1時間以上消化経ってるところになりますので、これは気にせずもう純粋に右下の今 726G と書いてあるこっちの数字が大きい方が勝ちということでやっていきたいと思います、はい、さあそれではトミーさん、ラストバトル、はい、よーいスタート。どっちが出るかな。いきなり当たるっていうね、すごいですね。気持ちいい、やっぱ気持ちいいわ。気持ちいい。これたまらんな。これね、地域によっては各辺持ち越しとかやってる地域もありますけれども、そうですね、朝からね、この状態で始まったらやばいですね。さあこちらは3連目。おええ、ちょっと待って、オーケー終わっても面白かったけどな今。あ、しかも7だ、しかも7だ、9ラウンド。水を得た魚のようにはさいでます。やっぱ楽しい。はいはいはい、簡単には終わりませんよね。 93% ってやっぱりね、はい、早いな、やっぱり早いな、やっぱり早いっす。消化時間は関係ないと言っても、これやっぱカンナちゃんが出てきた時は強いんだな。もう2先発、はい、嘘でしょ、嘘でしょ。もう先に光ってましたから。あ、光ってました、さっき告知してました。大当たり中にやっぱりネクストが出てきた時が安心ですよね。まだ私まだ出てないですが、早い早い、すいません。よし、おお、来た来た、ネクスト。よ
ここで9ラウンドいただきましたエクストラ。まあ単純に大当たりラウンドは3ラウンドと9ラウンドなんで、9ラウンド取れたら3連分ってことになりますのでね、2回分お得っていうことになります。凱旋行進曲って言うんですねこれね。そうですね、凱旋行進曲いい名前だ。うってつけですね。うってつけですね。よし、はい、9ラウンドが続きます。こっちはいや、やっぱ持ってますね。振り分けに恵まれてますね。すごいな、上限ボーナス、しかもネクスト。よっしゃ、やっぱ終わりませんね、簡単には。気持ちいいっすね。気持ちいいですね。さっき僕が1万6000発以上出して、で今は2人がこういう状況ですから、はい、大体これぐらいは期待していいということを言えますからね、ラッシュ入れば。すごか、わわわ、やっちまった、やってまったすいません。お、あれ、おお、まさか、まさか、まさか、お、もっと楽しみたいですよ僕は。ちょう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 、まさかね、まさか、まさか、まさか、いけいけ、赤までいけ、赤、お、あれ、お、緑にもならん、やばくないですか、やばい、あおおちょっと今日はトミーさんがついてないですね。ここで出る、出ない、いやー今日はもう完全にダメな日でしたね、トミーさん。ダメな日です。まあ、まあでもこれはね、ラッシュの台場で用意してやってることなんで、もうそこまでですよ。まあ、せっかくなんでちょっと僕の方はどれくらい伸ばせるかちょっと回していきたいと思います。一番嫌いな言葉です。ハンドルを左に戻してください。一番嫌い、この言葉。分からんじゃないけど、ええ、もう全てが終わった瞬間ですもんね。いやもうここまで来たらちょっと新記録みたいですね。そうですね、3万発出してちょっと勝ちたいな、このシリーズ。どうせならもう出してほしい。これでもう僕の場合は平均1万発は出してることになりますからね、ラッシュで。そうですね、はい、あ、すごい、もう箱を変えさせてもらいます、私は。あ、すいません。お、お、いや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 、似たり寄ったり、いや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 、僕はここ何度も超えてきてますからね。さあ頼むよ。ここまで来るとハラハラしますけど、ここ超えた瞬間の喜びはね、またひとしおですよ。なんかええ映画撮れるかもしれない。あれあれあれ、変わらんぞおや、うわ、なんか強いの来て、はい、終わらないんですよ。さすが、終わらないんですよ。持ってるわ。今日はやっぱちょっと一味違いますね、シーズンさん、やっぱり。いや違いますよ、すごいな。待ってましたから、もうしばらく僕も実践してなかったので、ね、しばらく間を空けると出せるのかな。
これは安定、安泰ちゃいます？ここは大丈夫でしょう。大丈夫大丈夫大丈夫、はいはい、大丈夫です。あのチェンソーあの位置でおかしいですもんね、あのアングルがすごいいろんなとこ見てますね。さっき30何連とかだったかな。そうですね。この人は大丈夫ですよ。もう光ほらほらほら、ね、この人大体大丈夫。まあ大体の人が大丈夫ですね大体の人が、まあまあまあ、ただ終わるときはあのスキンヘッドの人のときがなんか終わるイメージがあるな。あ、寝ての会長のとき、ね、そうですそうです、はい。わあ、また9ラウンドだ。すごいな。エクストラこれ大丈夫。あれ おや、おい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 、ためろためろ、全然たまっていかない、全然たまっていかない。あれ、あ、昨日 やばいな。終わり？ありがとな。また挑戦してくれ。ボタンも出ず。あー、とはいえ、まあ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 、とはいえ7000発オーバーですよ。たかが10分もしたかどうか。10分もやってないと思いますけど、まあ、本当にねスピードは何度も申し上げている通り本物です、この出玉スピードは。さあというわけで今回のバトル残念ながらトミさんの方は、まあ、思うような結果出せませんでしたけれども、はい、まあ僕3万発は出せなかったので、はい、まあ、今回のバトルは僕の勝利ということで、そうですね、はい、はい、あと片付けと大清掃の方お願いします。わかりました、やりましょうありがとうございました。あ、トミさん、はい、今日も使わせていただいたこちらのコーナー、やっぱり我々が責任を持って綺麗にしてお戻ししないといけませんので、清掃の方一つお願いします。悔しいです。似てますよね、はい、ちょっとね。ではやっていきます。お願いします。いやいや、ちょっと台の方ちゃんと見て、ちゃんと腰が入ってませんよ、腰が。違うでしょ、違うでしょ、トミカ。もうちょっとほら、もうちょっと台によってきちんとこう力入れて吹かないと。ちゃんと上皿の奥まで吹いてくださいね、上皿の奥まで。はい、そうですそうですそうです。あ、いいですね。ちゃんとね、そうやってハンドルも回して弾が残ってないか確認して、はい、そうですね。ちょっと終わりませんよ、早くしないと。そんな1台に時間かけてたら何台あると思ってる。はい、はい、次。もういちいちカメラ見なくていい。明日もいっぱいお客様が打ちますように、お客様が楽しめますように、たくさん出ますように、たくさん出ますように。お客様本当に思ってます？ありがとうございますあんまり出しませんようにって思ってますよねいや、面白い台でしたね。実戦終了です。お疲れ様でございました。いやー、すごかったですね、大工の源さん超伊達天。凄まじいですね。ご覧になられました？横でずっと見てましたよもういやね、運よく僕の方が先にラッシュに入って、そのまま1万6000発オーバーっていう一撃を体感したんですけれども、30分かかってないんですよね。で、見ていただいた通りですね、本当に速い手玉スピードでした。で、あれが1時間続いたらもう大変なことになるっていうのも十分お分かりいただけたと思いますし、もうすでにね導入の方されてますので、
あれこれめっちゃ面白いんじゃないと思った方、ぜひあの近くのホールで見かけた際にはチャレンジしてほしいなと思いました。そしてですね、まあ、今回のバトルは僕の方が勝ちましたけれども、まあ、シーズン通して、結果、トミーさんの勝利ということで、まあ、今回僕の敗北が決まりましたので、いつの日か、まあ、近いうちに、いやミリオンゴッド神々の凱旋がホールにあるうちに、貴重なグループのいずれかの店舗でゴッドを引くまで帰れませんの生放送を実施したいと思いますので、ちょっとねその辺はまた日程が決まってからお知らせしたいと思いますので、告知の方もぜひチェックしてみてください。そして今シーズンは今日で一応終了となりますけれども、また次回から新たなシーズンがどんな形で始まるのか、まあ、このあたりもこれからしっかりこう作戦会議をしながらまた面白いコンテンツ作っていきたいと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。さあというわけでトミさん、はい、今日も閉店後のお疲れの中長々とパチンコの方を打たせていただきましたが、あの影の方からですね、また例の店長様が、主があ、お疲れ様でございます。お疲れ様です。いやー、やっぱ閉店後って忙しいですよね。ね、いつもだいたい1時過ぎたぐらいに森店長が顔を出されるっていう、まあそれまでずっとねやってますもんね、いろいろ。さあというわけでですね、まあ、貴重なカコア店さん、こちらでの収録は一応今回がシリーズ最終戦ということで今回までなんですよ。で次回からはまた新たなシリーズということで、まあ、その時はトミーさん対僕っていう形になるかどうかもまだ分かりませんし、もしかしたら、まあ、森店長の番組になるかもしれないし、もしかしたら全然違う人がここでやってるかもしれないしということで、またそれはこれからこう考えていくということですので、またあの次回以降ですね、カコア店さんの収録決まった時にはぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の収録はここまでとなりますが、キコナカコア店さんから何かお知らせございますか。今やっぱりこのレイアウト、スロットコーナーのレイアウトを大きく変更して、あ、変わってましたね、はい、そういえば、はい、結構キコナカコア店さんって長い間もうコーナーがガチって決まってたんですよ ね、 そうですね、ここがバジリスク絆2とか、ここが番長シリーズとかってなってたんですけど、珍しくスロットコーナーのレイアウト変更、まあ機種の移動もですね大幅に行われてますので、またねこう新たに生まれ変わった貴重なカコア店さん、ぜひお近くの方はですね覗いてみてはいかがでしょうか。さあというわけで、まあ、今シーズンの、実践収録はここまでとなりますが、また、新たなシーズンが始まれば、新しい企画を練って配信の方していきたいと思いますので、これからも貴重なチャンネルのご視聴と貴重なチャンネルのチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。